どうも、なおちんです。本日も妖怪ウォッチ1やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日も、クロウに、挑戦していきたいと思います。ちょうど出てきたね。やっちゃうよ。さあ、それでは、今日のパーティーだけども、これです。って、思うよね。なんか見たことないやついるって思いますよね。俺も思った。誰だこいつって。影薄い。もうほぼ使ったことないんじゃないみんな。俺も初めて使うよ。さあ今日使うメインの妖怪これ。だらけ刀です。わあ、だらけてるね。鼻ほじってる。鼻ほじって鼻くそ食べてる。ほんとか。こんなやつでいけるのか。まあ、行ってみましょう。レベル99まで上げました。装備は、ガードの秘跡です。で、スキルが、刃のボディ。攻撃してきた敵を刃のボディで傷つける。反射だね。で、トゲニャンのトゲガードが、すごく効果が高いっていうのは分かったよね。この刃のボディは、どうなんだろう。強いのかな。まあ、ネックは HP が305っていうところ。あと、守りも若干低めっていうところだね。さすがは E ランク。おお、目の前にいた。目の前に黒鬼がいた。できる限り逃げよう。できる限り逃げようじゃないか。あ、いや、逃げれるか、これ。うまいことやれば、逃げれる？ああ、まあいいや。戦いましょう。さあ、問題は、毎回一緒だね。最初。最初が問題です。まあ多分一発は耐えれるだろうから。まあ復活アイテムを用意しときましょうか。行くぞ！おおほー！フランフラウ！あ、でも刃のボディ意外と弾き返すぞ。意外なほど弾き返すから、いいかもしれない。100とか弾き返せば、そこそこいい感じになるよね。よし、ガードした。まあ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 、2発耐えれるし、いけるかな。結構きつい。この、やっぱ、HP303 はね、低いわ。やっば。これ、うわー、きつい。きつい。よし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 、待て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 、これは飛ばして。ああ、もうオッケー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 。やばい、これ黒鬼がさ、攻撃がやっぱ速いのよね、素早さが。だらけとやっぱ E ランクだから、素早さ遅いのよ。ちょっと間に合ってねえなー。やばー。ぐふー、やべえ、やばい。回復がこれ間に合わないよ。ああ、おお、だだ、やっぱりやられる。もうこの感じで、うわあ、これやばいやばいやばい、押し込まれるぞ。ギャー、押し込まれちゃう。これ厳しいな。むしろ新オーバーを手前に出したがいい？いやー、ギャー、マジか。こいつはやばいぞ。こいつはやばい。うわー、ちょっと新オーバー前に出す。そうするとちょっとマシか。いや、マシじゃない、マシじゃない。あの、目出し帽装備してないわ。ギャー、もうこれ辛い。え、あとどれぐらい？あ、まあ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 、もう少しで半分か。もう耐久戦だね。よし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 。なんとか、この回復できる時もあるんだよ。そこを逃さず、いければ。まあ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 、でもやっぱこいつの攻撃頻度がね、高い高い。素早さが130ぐらいじゃ
全然押し込まれる。刃のボディもガードした時の反射ダメージはいまいちだね。50ちょっと。トゲガードの時ってもっと全然回復すんのよ。あ、回復じゃなかった、ダメージ与えるんだよね。それがこれぐらいっていうのがちょっと辛いとこだな。で、この必殺技の後が結構きつくなる。必殺技の後きついな。お、やった。ここはもう霜降りでしょう。完全回復だ。さあ、もう半分以上いってるね。よし、耐えろ、耐えて耐えて。いやー、でもね、 E ランクでもいけるもんだね。全然いけないもんかとね思ってたのよ。あー、いやー、それはね、ちょっと俺が E ランク妖怪を侮ってた。侮っちゃダメだね。侮らないで E ランク妖怪だらけと。全然耐えれてる。これを耐えれてるって言えるのかどうかちょっと微妙なラインだけどね。でも全然やれてる。最強の敵クロウニにここまで食い下がれるなんてさすがだな。やっぱレベル99とこのガードの奇跡と、あとこのねパーティーを、素晴らしいんだね。あと一回耐えれるか。オッケーいい感じいい感じ。この回復を使うタイミングっていうのがね結構重要なところではあるよね。下手なところで回復しちゃうと次の回復が間に合わなくなったりとかね、そういうのがあるから、そこはちゃんとやっていこう。じゃあ、おお、クリティカル出るね。え、これはもう回復しとかないと無理でしょ。はい、犬神やっぱ強いわ。でも必中っていうのがねすごくいい。必中スキルはめちゃくちゃ嬉しいね。でも物理系入れてるとね3回切るうちの1回とかやっぱミスったりするもん。あ、やっば、ここはさもう復活させよ。ぐい音する。ブッシュ。はいはいはい、もう少しもう少し。オッケー。ギャーやられた。ちょっと待って。よし、あぶれ、アイテム使いすぎだわ。ああ、そうかそうか、ちょっと待って待って。ギャーやられた。押し込めるか。いや、押し込めないなこれ。これは、いやー、こういくでしょう。こういくしかないでしょう。おおお、いいねいいね、やった。最後回復を犬神に入れてて全然良かったね。いやー、俺ね、だらけ党の力やっぱりね見くびってた。侮らないで E ランク妖怪、本当に全然クロウニとやり合っていける。はい、ということで今日はね、まさかいけるとは思わなかった、だらけ党でクロウニ行ってみましたけども、いけるね、耐えれる、さすがっていうところです。はい、やってみてください。ではね、またやっていきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。